ジョン・ピトケアンは、イギリス海兵隊の士官。最終階級は少佐。アメリカ独立戦争の初期の戦闘に従軍し、バンカーヒルの戦いで戦死した。ジョン・ピトケアンは1722年に、スコットランドのファイフにある港町ダイサートで、デイビッド・ピトケアンとその妻キャサリン・ピトケアンの間に、生まれた。ジョンは、海兵隊に入隊し、1746年に、中尉になった。 海兵隊が1755年に常設となったとき、彼も正規の士官として承認された。1756年6月8日、イギリス海軍の軍艦、ランカスターに上艦しているときに大尉に昇進した。彼はカナダでフレンチ・インディアン戦争に従軍し、1771年に少佐となった。そして1774年、 占領支援部隊として600名の海兵隊員を率いてボストンに着任した。ピトケアン少佐は占領軍の中では分別のある士官の一人としてボストン市民から尊敬されていた。1775年4月19日、歴史ントンコンコードの戦いの最初の火蓋が切られた時、彼はイギリス海兵隊の前衛部隊を指揮していた。百七十五年六月、 バンカーヒルの戦いで、彼はおよそ300名の海兵隊の予備部隊を指揮した。彼らは、チャールズタウン半島の南端に上陸した。最初の突撃が失敗した後、彼は指揮下の部隊を率いて、小銃の火力だけを頼りに、アメリカ側の陣地に向かって丘を登った。彼を撃った小銃弾は、ピーター・セーラムという名の黒人の解放奴隷によって、放たれたものであると言われている。 彼が致命傷を負ったとき、息子のウィリアムも海兵隊員として、その現場にいた。戦いの後、英国兵らは全員がその父を失ったと言った。ジョンはボストンに運ばれたが、数時間のうちに亡くなった。彼はボストンにあるオールドノース教会に葬られた。ジョン・ピトケアンはエリザベス・ダルリンプルと結婚し、6人の息子と4人の娘を設けた。 息子の一人は創生したが、長男のデイビッドは医師になり、ロバートは海軍に、ウィリアムとトーマスは海兵隊に入隊した。一番下のアレクサンダーは、ジョンが亡くなった時まだ7歳だったが、後に法律家となった。娘の一人、キャサリンは、著名なトマスコ・コクラン提督のいとこと結婚した。バウンティ号の反乱で有名な南太平洋のピトケアン島は、 ジョンの息子ロバート・ピトケアンにちなんで名付けられた。ロバートは海軍の士官候補生としてフィリップ・カートレット艦長の指揮する軍艦で公開中、1767年7月3日、見張りについていて、まだ知られていなかった同東を発見したのである。ありがとうございます。